皆さん、こんにちは。これは N1 のビデオです。今日も語彙の勉強をしましょう。はい。今日も一つの問題は7秒ですが、まあももし間に合わなかったらビデオスップストップしてもいいですよ。はい。じゃあ行きましょう。じゃあ1番から行きます。 点の時間が短くて、もう一度見直すがなかった。答えは三番です。余裕です。余裕って言葉、とてもよく日本人に使うんですけど、これ辞書を見ると、イズリーシェフとかイズブイタフという言葉があるんですね。これだけではちょっと皆さんわからないと思うんですね。余裕っていうのは、こういう意味です。かかって4かし、えりかくだ、プレゼオイスタン。と、プレゼは一生あたくイエス、チスバオンナイメスタン。まあ大丈夫ですよっていう感じです。例えば、 あのいや、今日はいつもより暇で時間の余裕があります。つまりいつもだともう、<music> プレゼーターって言うような推進のグラフィックそれがここまでね、ド・ <music> プレゼータここまで一生たくそはごどネいたプラスランスはありますよ。これが余裕なんです。いいですか例えば、最近私よりお金の余裕があります。パセリブリメをイエスチ。だから、お金の余裕がありますっていうのは、まあ、ド、地上側させたように一生イエスチ。そしてまあ、お金がありますってことなんですね。うん。もうイズリーシュックですからね。 そうです。いろんなシチュエーションで使えますね。 例えば心の余裕とかね。もう最近忙して心の余裕がない。プラスアブレーツが出たドシャえって書くようにたら、それからもう不思議なペリポニュなジラー、ミータク、ザボータイ。これが心の余裕がない。このパニックになってる状態ですね。最近心の余裕があり、もう心がスパコイスピーがありますよ。スパオーデン、プラスナスはまだありますからね。これが余裕なんです。このイメージね、あの、日本語を勉強するときとっても大事なこのイメージです。プロスペリボットザパミナって本当にダメな。 勉強のスタイルですね。あの、この、この4カスとか、このプレゼンをこのイメージで考えてください。とってもよく使う言葉ですね。例えばそうですね。うーん、そうですね。例えば飛行機。飛行機のチケットを買います。 あ、あの、すいません。飛行機のチケット買いたいんですけど、まだあります。席がありますか一緒メスター、イエスあ、まだ余裕があります。っていうと、もう出させたものがそうで不明です。と、こいつのチェイーンになります。はい、この余裕を覚えてください。あ、ついこれね、時間席、試験の時間が短くて、ね。オーチンコラとボー、ね。ないーー、グザミのオーチンマワ、ブレーミニ、ボーラ、バエタもおミニアン、ニエボはブレーミニー、一緒だスペレスマトレーツ、たこいつのチェイーンに、です。一番、残り、これ、アスタタクですね。2番、あまり、アスタタクイズリーシック、これ、 あまりと残りってパフォーシーストーバーなんですよね。残りっていうのはね、あの、例えば、うん、そうですね。人た、ゼワウ、ノーストラブのアスタース。これが残りなんですね。例えば、あの、残るっていうグラフォードありますよね。まあ、残るったグラフォードで残りは寿司すぎじゃないですか。例えば、はい、もう、ご飯食べ、晩ご飯食べました。ごちそうさまでした。の、もちょっと残りました。ね。で、余るっていうと、これは、そこであの、その、 リミットがあって、それよりもボリューリッシュとリズミーシックがありますよというのが余りなんですね。例えば、うん、まあこれも余るというグラゴーがあるんですけど、例えばね、かごたメラプリ,アツやザカザリ、やつやざかざり、お弁当、スト、トクお弁当ざかざりのプリシートり消す日の差し上げるあ、ちょっと、えっ、ー、と、10個お弁当余りましたね。その、こういったプレゼオのボリューリッシュでやっぱ落ちます。これがあまり。まあ似てるんですけど、ちょっとシチュエーションが違うんでね。 はい。さあ四番かなりこれかなりとも全然違います。これナチ主義なったダストアタシになったこういう人たちいですね。はいじゃ二番いきます。社長は事態の深刻さをしていたが問題をそのままにした。答えは。 一番です。認識ですね。認識するアサズナバーツ、サズナバーツ、タコエズナチェニエですね。し、ジェトル自体っていうのシトワーツや、えっ、ー、と、自体っていうの普通はちょっとなんかあの、あまり良くない時ですね。エクセンネ、シトワーツ、ね、緊急事態とかね。そういう事態というのはちょっとあんまり良くないシチュエーションの時に使います。ナスコセリオザのシトワーツや、それを、オン、パキマオ、ダウン、プリ、サズナバオ、ね、エタセリオズネバプロスのオンアス、タビオヨタ,タバプロス、タクカクイエス、そのままにした。 ね認識するわかりますね。たく、わか、ニプロサパニマーチ、オというやつないようなスクケタググーバーコータグ、パニマーユタあさすなナユタコイズナチンですね。はい、二番、判断。判断するこのは筋一ですね。はい。三番、観察。観察するのはナブリダース。逆、ナウチナって。ビアラギチスキーとかね。うん。観察する。逆、ラスチョートラスチンとでももうナウチネです。四番、解釈。これ、クトラフトークですね。全然、ここは合わないです。さあ、三番いきます。 先生は勉強ができない生徒にもよく教えた。さあ、答えは1番です。えーと、これね、すいません。この、ね、パワーポイントで VGS って書けばよく教えた。これは根気よくっていう言葉があるんですよ。根気よく。これはですね、えっ、ー、と、チェルペリーバーって意味なんですね。根気よく。で、根気よくっていうのは、これは、チェルペリーバーにとし、2都所、 プレマシー、ジャスゼルプリューじゃなくて、動画、ポール、ナタク、ニズ、ダユーシー、ヤッド,ド、ラドー、ジこれ、根気よく勉強するとかね。根気よくてもが、動画、動義プラセスがあって、ニズ、ダヨッツ、チアウェイク、オット、ナスト、イチバタク、ネやブドウ、チッツ、とか、そういう時に使うんです。根気よく教える。つまり、先生は、ダージェ、タキフ、ノウチニコフ、カトリタク、ポーハ、オチッツァ、スラブのタク、ゼェルペリーバタク、ウチウ。ねえ、そういう先生ね。時々いますよね。 はい。二番、我慢。我慢よくって言い方ないんですね。うん。ないです。我慢、チルペイニーですね。はい。三番、努力、薄い理由ですね。まあ、日本人大好きですね。この言葉ね。四番、心配。心配よく、スカウン、スカウン、スカウン、スパコイツカウ、ね、スカウン、スカウン、スカウン、ス 給料が少ないのに残業代まで減ったら生活できない。さあ答えは4番です。ただでさえですね。ただでさえってのは、いびすえただ。つまり、ワクシェ、マニーの一緒とだプリス。ね。やったくのアートザ、ラボットでやりまくわかりますかつまり残業代が減ります。ね。 ったくのスタッフキー、ね、ザ、それこそスワルトの、バシェベズエタは、地上をいいあ、いつ一緒、えただんです、ダブルエー一緒、フジブズ、タコイスムースです。いいですこただでさえっていうのは、こういう、ちょっとね、難しい関数ですが、ぜひ覚えてください、ねうん。例えば、今ね、ただでさえ忙しいのに、ね、バクシェヤザニャってセグダザニャッの、ね、ただでさえ忙しいのに、しのに新しい仕事がたくさん来て困ってる。 ね。ただでさえ仕事が多くて忙しいのにね。物がらぼって、な、日もたく、うしゅう、うじゅうざいねのザ、カスパスパです。さあ、一番、ろくにって聞いたことありますかろくなって言う言葉は、もともとはね、ハローシーって意味なんですけど、サトリツアニム、サトリツアニムチャアトリツアニムす例えば、あいつはろくなやつじゃないを、んー、パオチアウェとかね。例えば、ん彼は英語もろくに話せない。 ね6に話せない。つまりもなるまりなおにゅうミえとがばりパングリスキー。ちょっとあたりにすむせたほいって言って使いますね。さあ、には挙句の果て、不完成せかこれは挙句の果てた不完成せかんちょっとおおちんぱほえ、すいだとおちゅいます。そうですね。はい。で、このまま、ふとこのジェスパーシにやったこのサスタイアにやったりいますね。はい、じゃあ5番いきます。 兄の名前が達也で、弟の名前が達也だなんて困る。答えは2番です。紛らわしくて困る。お兄さんの名前達也です。弟の名前勝也。パフォージー、ブラブだね。紛らわしい。これは、レフコップーやつ。is that also ージー。ね、紛らわしいってのは、パフォージーなんですよ。パフォージー、レフコップーやつ。ね。紛らわしいですね。 うん、名前似てますよね。あのね、東京だとね、東京かな東京とか、その、隣の神奈川県とかなんですけど、あのね、駅の名前でね、二つすっごい似てるのあるんですよ。パホージーイエスで新丸子、石森丸子。これね、伊勢ウースターが悪いす。じゃあ、下丸子の駅で会おうねって言って、ちなべく場所を新丸子行っちゃったりとか。<laughs> そうなんです。下丸子で会いましょうが新丸子に行っちゃったとか、そういう、ちょっと紛らわしいなっていうことは、 あります。いいですか紛らわしい。で、こういうやつね、こういう意味です。さあ、一番、ふさわしい。これはパトカジアシーですね。例えば、これね、ふさわしいというのは人と人について使うことですね。彼女は、あ、彼は彼女にふさわしくない。ね。つまり、音にパトカっていい。な、とりあアナプリクラスのようなの、音かこういと、パワフォーイクこういと、ふさわしくないよ。ね。そういう言い方をします。三番、賢い、ウームのいいですね。賢い。ね。四番、怪しい、パタズリツいネーですね。 はい。どうですか皆さん。まあ N1 ね、ちょっと難しい言葉が多くなりますね。本当にね。はい。じゃあまあ、わからない言葉があったら、ぜひね、覚えてください。ね、忘れた言葉や、もうなんか知らなかっただったらね、ぜひ覚えてください。はい。じゃあ今日はこれで終わります。じゃあ、さよなら。